イパー主婦というのを増殖させる計画を立てておりまして、3年間で1000人という目標を立ててるんですけど、体の仕組みを知らなければ物なんて選べませんから。できっかけチャンネル、はい、で今日はですね、ちょっと皆さんに分かりやすいようにイラストも作りましたので、これを見ていただきながら私の話を聞いてもらえると嬉しいなと思ってるんですけど、まあ、この地球というのは本来こう優しいつながりできっと成り立ってたんじゃないかなと私はなんかこう勝手に妄想しているんですけど、まあ、具体的にどういう感じかというと、こう得意なことがある人が得意なことをしながら、でその得意なことをしながら苦手ももちろんあるわけなので、苦手な部分は、ね、その苦手を補ってくれる人がこう補いながら、こうみんなが輪になってこう回っていた社会っていうのはきっとあったと思うんですね。で具体的に言うと、今ってこうお金がないとどうしてもなんかこういうこともやりたいけどやってもらえないとかいうなんか先入観がすごいある人が多いなと思ってて、こう産前産後なんかでいくと、こう産前産後お母さん一人でずっと乳幼児を見るなんても無理だと思うんですけど、でもそれもお金を払わなければ産前産後のサポートは利用できなくって、一人で孤独で育児しなきゃいけないとか、そんなんじゃなかったはずなんですよ。本来はこの誰かが この地域で出産をするとなれば、その周りの人たちが あの人はそろそろ出産だから、だからこう大変だろうからちょっと手伝いに行こうねって、みんなでその一人のお母さんを支えていて、でそのお母さんも自分が動けるようになればまた他の人を支えていたっていう、そんな関係があったはずなんだけど、もう今も核家族化しすぎてしまって、もうみんな分断分断で、分断をつなぐのはお金だけみたいな、なんかおかしいなと思うわけですよ。であとは今じゃあいろんなことを学んでいきたいなと思った時も、でじゃあ洗剤のこと知りたい、はい、洗剤講座とか、なんかそういうのじゃなかったんじゃないかなと思っていて、こう優しいつながりがあれば、あじゃあ私ちょっとそういうの得意だから教えてあげようかとか、あじゃあ私は食のことが得意だから季節の手仕事のこととかちょっと伝えますよとか、そうやって横の優しいつながりさえあれば、その自分が得意とすることを周りの人たちに伝えていて、それが世代を超えて伝わっていくっていうことがあったと思うんですよ。なんだけど今はその今の現代の似た世代の人たちの横のつながりもどんどん分断されてしまい、で縦のつながりっていうんですかね、じいちゃんばあちゃん、ね、お父さんお母さん子供たちで、そしてその先の次世代っていう、ここの縦のつながりももうどんどん分断されてなくなってしまっていて、日本にせっかくあった素晴らしいものたちが全然つながってないって思うんですよ。でこれをどうにかできないかなと思って、私がそのこういう活動を始めてから、子供見守りたいっていうものをね、みんなでやってみないって言って、これはお金も何にもかからない無料 あのただのつながりなんですけれども、そう今と未来両方笑顔でいたいよねっていうような価値観を持ったお母さんたちが集まって、でできる人ができる時にできることをやっていこうっていう、まあこれだけのこう無理をしないというスローガンを掲げて横のつながりを作ってるんですね。でこれをずっと広げたいと思ってやってて、これが私のある意味理想の社会だなんですよ。でね、私ねちょっとここでちょっと一個宣言したいんですけども、今仕事としていろんなサービスやってますけども、数年後にそのサービスバツッとやめたいと思ってて、何をやるかっていうと、もう私お金稼ぐのやめましたって、もう私は本当にもう今の日本社会で生きていく必要最低限な、なんかこう光熱費にかかる部分だけみたいなものを得る仕組みだけを作って、後の働きを全部やめてしまって、で子ども見守り隊の優しいつながりの中 で食料も手に入るし、ネイルしようと、ね、思った時にはネイルもできるし、でなんか髪の毛どうにかしたかったら髪の毛もどうにかできてっていう、なんかそういう衣食住に全然お金をわざわざ使わなくても不自由しないというような状態に自分を持っていこうって思って、そこまでやりたいと思うんですよ。そうすると自分がそれができれば周りの人も自然とそれができるわけであって、もう今私すごい嫌なのがお金が理由でやりたいこと諦めてる人が多すぎるし、もうなんかもうそんなしょうもないお金みたいなところで縛られて、もうなんかもう苦しい思いする人をもう今度早く減らしたいって思ってて、だからこの優しいつながりっていうところは私の中では、まあ、今やってることで言うと見守り隊を指すんですね。だからこの見守り隊というのをしっかりと立たせて
ていきたいというふうに考えてます。でもよ、これ数年間やってきて気づいたことがあるんです。みんな今の状態では余裕がなさすぎて、無料のつながりをつないでいく余力がないんですよ。ここに気づいたんですね。で、ちゃんと数年間ずっとつながっている、その見守り隊のね、団体とかがいくつかあるんですけど、そういうところを見ていると、そこの中心核となっている人がやっぱりいて、でこの人は衣食住とかマインドセットみたいなところがやっぱある程度整ってるんですよ。だからこそ、もちろんその中心となる人の中にもいろんなリズムはありながらも、でもある程度のこう一定のこう、なんていうかな、そう、水準を保てているから、だから長期にわたってそのグループをつなぐことができている。で、私はそういう人のことをハイパー主婦と呼びたいんですよ。で、そう、私ね、今回9月から1年間かけてハイパー主婦というのを増殖させる計画を立てておりまして、まあ本当はね、3年とか4年とかこれを続けていって、もっともっと、3年間で1000人という目標を立ててるんですけど、ハイパー主婦をね、増殖させていきたいんだけど、何のためにそれをやるかっていうと、その私がちょっと 見ましたこのイラスト優しいつながりというのを支える、子ども見守り隊を支える中心となる人物を育てていかない限り、おそらくもう見守り隊は全国に広がるって、まあ広がるのは広がるかもしれないけど、根付かないと思ったんですよ。で、ハイパー主婦ってその、まあ、もっと具体的に言うと、衣食住だったりマインドがこう安定しているという状態の人で、そういう状態にまでなれば自分自身が元気だから、だから周りの人たちも徐々に徐々になんか気づいたら元気になっていって、そう、なんかその団体全体が活気に満ち溢れてくるというか、で元気な人たちが集まっていくと、その元気な人たちには余力があるから、なんかだから、あなた2人目妊娠したの、じゃあ妊娠したんだったら上の子ちょっと大変だろうから預かるよとかさ、あ、ご飯作るの今日大変だったら私ご飯届けるよとかさ、そういうので回るんですよ本当に。でもその中心となる人がいなくって、その場に見守り隊ができたとしても、結局自然消滅するっていうのは、私はもうすごい数経験してきて、私こう見えて47都道府県全部行ってますから、で全県のお母さんたちと会って話をして、え、やってみようよって言ってやってみるんだけど、やっぱり余裕がないと、そこに注ぐエネルギーがないと消滅していくんですもん。だからそこをどうにかしたくって、それを続けられるパワーのある人を育てたくて、ハイパー主婦コースっていうのを1年間かけてやります。でもこの1年間かけて学び続けるっていうことは、結構エネルギーがいることだし、覚悟もいること でエネルギーと覚悟を持った人たちに来てほしいから、わざと月に1万5千円でお願いしますって言って、ある程度の価格に設定させてもらって、でも来てくれた人に対してはもう絶対やろうね、絶対やろうねっていうのをやっていくつもりでおります。そう、だからそれがハイパー主婦コースなんですね。で、まあもうちょっと言うと、今独立応援っていうね、そのハイパー主婦コース的なものをもうすでにこう受け終わったような人たちが、もう周りの人たちのために何とかやりたいんだけど、自分のこうマネタイズのところの弱さをどうにかしてほしいみたいな人たちがバーっているから、その人たちと一緒に手を組んで、あなたたちとその見てる方向性は同じだねって、その同じなんだけどマネタイズができないところだけで止まってしまってるんだったら、一旦まずそこを回そうって言って、でこの独立応援の人たちと一緒にハイパー主婦の人を支え、でそのハイパー主婦の人たちが見守り隊の中心人物となって、この優しいつながりを支えていくっていう、最高じゃないですか。で、そうだから、何年後にしようこの私が、もう私お金もういらないって、全部優しいつながりで回るって、5年5年でそこまで行きたいですと、本当に。でも一時期ね、私実際に能力のブツブツ交換っていうのは、こう友人と話し合いをして、じゃあ私のこの能力とあなたのこの能力ブツブツ交換しましょうっていうのを一時期やって回してた時期もあって、だからそれで回ることができるのはもう知ってるんですよ。あとはつながりをどのように作っていて、どんだけ強固にしていくかっていうものだけだと思ってるから、だから今それをね、ハイパー主婦コースはですね、どういう内容か今から説明はしますけれども、横のつながりを
作っていくこと、そしてそこを密にちゃんとしていくことをすごい重点的にやっていきますので、お楽しみという形ですね。で、一応やっぱり学びという視点もあります。で、私が大事にしたいのがこのハイパー主婦コースではですね、学ぶ、伝える、つながるという、こういうね、イラスト、学ぶ、伝える、つながるという3つの要素を大切にしたいです。今まで自分自身もたくさん学んできて思うことが、入れるだけじゃやっぱダメなんですよ。これを入れて自分の中でやってみて、できる状態にしてから人に伝えていくっていう、伝えることをすると、あ、なんか伝わらないって言って、また学び方が変わったりして、だから伝えるっていうのはすごく大切なことで、よくね、その私の講座とかを聞いてくれた人たちの中で、あ、もうパパに伝えたかったけどなかなか伝わらなくって、ってみんなやっぱりアウトプットをしよう、いざ気持ちを伝えようとするときにつまずくんで、ハイパー主婦コースの中でこの伝えるというものをたくさんいろんなシーンでやっていきたいなというふうに思います。で、この伝えるということを、例えばおうち教育ぬくぬくで子供たちに伝える練習をしてみたりだとか、あとはね、時と個性深掘り研究会で、深掘りしたものを人に伝えるっていうのもやってみるといいと思うし、あとコミュニティでぐるぐるっていうのもやるんですけども、このぐるぐるの中でもつながった人たちにちょっと練習してみるのもありだと思うから、いろんなこうパターンで伝えるっていうのをハイパー主婦コースをやっていただきたいなというふうに思ってます。でね、じゃあその上でよ、伝える前提での学びはどんな学びをしますかっていうところになると、そう、まずね、全体像をバーッと、そう、元気で笑顔に過ごすために必要な要素ってなんだろうねっていうのを洗い出してみたんですね。そうすると、こんなこともこんなこともこんなことも学んでいきたいねっていうのがあって、その全体像を最初に9月に要点丸分かり講座で見渡していただいて、そっからそれ一つ一つについて講座を月1で深めていくっていうことをします。基本的には全ての講座はレジュメがあって、レジュメに細切りになった音声を載っけています。だから自分が時間があるときにレジュメにちょっとね、向かってもらって、ペンと共に向かってもらって、音声を聞きながら、ああ、なるほどなるほどって、こういうことが言いたいのねっていうのを、こう自分なりにそのレジュメを手に残る財産として、そう、だからこういう YouTube とその動画とね、このレジュメみたいなものがあるサービスとの大きな違いはそこなんですよ。形に残るかどうか。そう、結局ガーってこう聞き逃してしまって、なんとなく知ってるつもりになることってたくさんあるんだけど、いざ振り返ろうと思うと、なかなかそれがどこにあったか分かんないってなるのが、レジュメさえあれば要点バシッと書いてあるし、そこにその人その人なりの解釈を書き加えてもらうことで、その人オリジナルの、言うたらテキストになっていくわけじゃないですか。それをやっていってほしいのね。で、まず要点丸分かりした後に、まず最初に個性のことを学ばなければ、その人その人に合った学び方もあるし、その人その人に合った、そうだな、体のいろいろもあるわけだし、その人その人に合ったものの選び方もあるわけです。私は私に合った発信の仕方をしていて、物の選び方、思ったことを伝えているけども、これも私にとっていいなんですよ。これ全員、世の中の人たちっていうのは偏っていると思ってるんですけど、この偏っている人たちが自分に合ったというのをまず把握してもらいたいし、そう、自分は自分で他人は他人なんだって、みんないいところがありながら違っているんだっていうことを最初に知った上で、そう、物を選ぶ前に体の仕組みを知るなんですよね。体の仕組みを知らなければ物なんて選べませんから。っていうのは、私が順番を間違えて学んできたからこそ分かります。私ね、じゃあもう洗剤をね、選ぼうって思った時に、洗剤のことばっかり、もう洗剤洗剤洗剤ってやってたんだけれども、じゃあその洗剤はどういう風に体に影響して、で、こっちの体の仕組みはそもそもどうなってるのって言われた時に、わかんないなって思ったんですよ。でも最初から体の仕組みをまずざっとか、こう理解しておくことができれば、その体の仕組みに対しての物選びなんだなっていうのがすごい腑に落ちるから、だから体のことを最初に学んだ上で、物選びに一旦向き合いましょうって。で、物選びはですね、今までの私だったら洗剤の選び方、化粧品の選び方、食に関するものの選び方って言って項目を分けてずっと話をしてたんだけど、これをずっとやり続けて、結果ね、物を選ぶということ全部においての方程式が定まったんですよ。
あ、なるほどと。人はまずこういうところを定めた上じゃないと物は選べないんだな。でしかも物を選ぶときにはこのステップを踏んでいったらどんなものであったとしても確実に選べるな。それはじゃあ今の現代社会っぽいことで言うと、あ、コロナがどうのこうの、ワクチンは打つのか打たないのかとか、マスクがどうのこうのするのか、消毒はここではするのかとかあるじゃないですか。そんなのも全部ひっくるめて、全部方程式があってそれに当てはめれば、あなたオリジナルのあなたにとって最高なもの選びができますから、もう間違いない。で次、そこまでいったらその後に衣食住を一個ずつ学んで深めて、自分なりの解釈で衣食住を整えていってほしいなと思っていて、衣っていうのは衣食住の先頭ですよ。でも衣をしっかり向き合って整えている人に私はほぼほぼ出会ったことがないです。そうで、今までの私だったら、で洗濯の講座とかはやっていたから、だからそういう洗濯の話とかはしてたんだけど、でも今自分で振り返ると、あの洗濯の講座は結局洋服にフォーカスした洗濯の仕方だったんじゃないかなと思ったわけですよ。でもそうじゃなく、そもそも衣というものを考えた時に、着るものってね、どんだけ付き合ってるとかから始まって、で選ぶってなった時には、和服も洋服も対等にやっぱり見て選びたいよねとか、じゃあ素材はどうするとか、でこれを一生考えた時にどんな一生になるんだろうみたいなところまで含めてね、お話をしていきたいし、で食もそうですよね。食も添加物うんぬんとかなんやかんやとかいっぱいありますけれども、この食の講座で今まで2つあったものを1個にぎゅぎゅっとまとめて、も必要な要素を残してお話しするということをやっていきます。で住でしょ、住環境なんかも、この私が今発信してるところもいろんなこだわりありますけども、どういう、この前の YouTube で発信したじゃないですか、どういう家選びしますかとかも含めて、じゃあ家の中の物選びはどうしていくんだ、家の環境はどんな風に整えていけば子育てにとっていい環境って何だろうとか、動線はどういう風にしていったらいいんだろうとか、で具合が悪くならない家作りってどうすればいいんだろうみたいなところもいっぱい考えていきたいし、でそこまで終わってやっと4月で、そう、この4月は時、ここで時を入れたいんですよ。そう、ここで時を入れたいの。どういうことかっていうと、暮らしがある程度こう定まってきたところに、世の中大枠の時代の流れがあり、季節の巡りがあり、自分個人のリズムがあることを知っていくと、もうね、最強になれるんですよね。あ、だから今世の中はこんな風潮なんだな、なるほどなって腑に落ちるし、あ、自分は今だからこういう状態なんだなっていうのも分かる。自分がうまくいっていればその波に乗っているし、うまくいっていない時はなんかずれたことやってるんですよ。だからそれの検証をね、みんなでやっていけたらなと思って、この入門講座というものをこうラインナップの一つの講座として置いておりますけれども、これをもっともっと毎月深めていこうぜっていうのが、時と個性深掘り研究会っていうやつなんでね、まあお楽しみ。でその後に薬とかワクチンとかお手当みたいな、薬っていうのはどういう仕組みで、その私たちはよく分かってないけど、こういう飲んでるんだろうねと、飲んだらそれはどういう風に作用するもんなんだろうねみたいなところを一旦考えてみる、大枠を捉えてみる。その上で、まあ、使う使わないはそれぞれの判断として、じゃあ使う使わない、使わないとしたら薬以外にどんな対処療法的なお手当の仕方があるのかとか、そういうね、いろんな目線をこの中に入れていけたらいいなというふうに思っております。あとはその後にね、子育てと教育の要素を講座にしていきたいなと思っていて、乳幼児向け、まあ、妊婦さんから始まって乳幼児向けの考え方で、こういうふうにこの時期の子たちとは接したらいいんじゃないかとか、こういうものの選び方がいいんじゃないかとか、環境はどうするとか、そういう話をしていく。で今おうち教育とか私よく言ってますけど、そのおうち教育も含めた、まあ、小学校以上ぐらいの子たちに対する教育みたいなところのいろんなこう考え方を講座にまとめてお伝えをしたいなというふうに思ってます。で最後にここまで来ると、あー、もう私どういうふうにこれから生きていこうかなとか、お金の巡りについて考え始める人もいると思うので、で最後の最後にお金と仕事っていうところで講座をねさせてもらって、あ、自分は専業主婦でもこういうふうに巡らせられるっていうね、人も出てくれば、あ、自分は自分のこの個性を生かしながら、これを仕事にしながらこのままで生きていきたいなとか、あ、やっぱり私は今の仕事場でちゃんとこう外向きの仕事収入は得ながら、自分はここでボランティア活動的なものもやっていきたいなとか、いろんなパターンが出てくると思うので、だから最後の最後にね、お金と仕事っていうところに向き合うことで、なんかこうスッキリしていくのかなというふうに思っています。うん、
これがね、ハイパー主婦コースの毎月毎月その学びとしてやっていくことですね。で、このレジュメと音声はもう自分の好きなタイミングに聞いて学ぶことができるんですが、その月のテーマに合わせて月に1回私がそのテーマで授業をさせてもらいます。これはリアルタイムで、リアルタイムで授業をしながらオンラインなんですけれども、まあ、そのオンラインで録画したものはずっと残しておくので、まあ、9月から始まって8月の末まで1年間はその授業が行われた後のタイミングであれば何度でも見返していただくことができますので、リアルで参加できない方も OK です。で、あとは質問に対する回答をするという回ももちろん設けさせてもらうの で、なんかこの授業のここの部分もうちょっと深く話してほしいとか、そういうリクエストは受けていこうと思いますので、バンバン言ってください。でね、基本的にハイパー主婦コースは、まあ、木曜日に授業が入ることが多いんだけど、まあ、スケジュールが空けられる人は空けていただいて、空けられない人はもう全部録画で見るっても腹くくってもらってもいいと思うので、うん、自分のペースでやってみてください。あとはそうだな、結局ね、学んだところで、あ、ぬいぐるみちゃんが落ちちゃったで、結局ですね、学んだところでその自分の思考回路が変わっていかないと活かせないっていう人がすごく多いなっていうことに気がついたので、そう、元気な状態でいるには衣食住の学びプラスのやっぱマインドを整えるというところがすごく大事だと思うんですね。で、このマインドっていうのは、はい、講座聞きました、ふんふんふん、じゃあ変わりましたとかいうものじゃ全然なくって、本当にずっと継続していくことでじわ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 変化してって、気がついたら、あ、私なんかこんな感じで明るく物事を捉えられるようになってたとか、あ、なんか気づいたら挑戦できる自分になってたみたいな感じで、そう、継続していくとじわ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 自分の考えが変われば行動も変わっていくっていう順番だと思うんですよね。なんでこの思考を変えていくためのコンテンツとしてハイパー主婦コースではもうね、1年間通して朝のだいたい6時前後に10分配信ぐらいでもうね、生でこうそのハイパー主婦コースの人たちに向けた配信をさせてもらいますので、それでもうリアルタイムで早起きを癖にしたい人たちは入ってきてもらって、でそこでね、あとアウトプットをする練習をしたい人はしてもらえたり、まあ私がねバーッと喋るのでそれに合わせて、まあ思考と現実を変える連続講座っていうのをねやってるんですけども、まあそれのリアルタイムバージョンみたいなものを、ね、うまく活用してもらえたら、もう思考も現実も全部変わっていくみたいな、もう最高の、はい、最高のサービスでございます。まあ、そんなもやります。まあ、これもね、朝6時ぐらいって言ったけど、あのリアルタイムで参加できなければ、毎回毎回、それは音声はもう収録したものをあの残しておきますので、アーカイブで聞いてもらえたら全然 OK です。うん。まあ、ざっとそんな感じかな、言いたいことは。はい。ということなんですよ。だからこれをね、1年かけてやっていけば、衣食住に関するもちろん学びもそうだし、そこでマインドも整っていって、その知識的なこととその気持ち的なところは OK になと。で、そこで必要な要素として、じゃあもっと学びを深めたいっていう時と個性の部分に関してはね、これね、なんで私が時の巡りと個性のことをずっと言うかっていうと、世の中の人、ほとんどの人が抱えている悩みというのは、この時と個性を学んで深めて生かしていけばクリアできちゃうんですよ。すいませんね、もう熱くなってしまって、もうクリアできちゃうの。時と個性を生かせば、もうようわかんない悩みみたいななくなるの。人間関係、お金とか、あとなんだっけ、健康の部分とか、そう。なのでその悩みを本当にクリアにするために、時の学び、個性の学びっていうのは、その一回一発って2時間勉強しましたとかじゃなく、毎月毎月要素を深めていくっていうことをずっと継続していくことで、本当みんなの悩みがなんか、ああ、私なんであんなことで悩んでたんだろうってきっとなると思うから、ね、パパとの関係、子育てでの子供もう、なんであの子はこんなんなのとか、もうそんなんなくなってくる。あ、みんな個性の通りに生きてるんだな、みんなバイオリズムの通りに生きてるんだな、なるほどっていうのがね、もう増えてくると思うから、だからそれをね、月1でやっていくのが時と個性深掘り研究会ですよ。もうこれもハイパー主婦コースの一重要な要素です。そしておうち教育、そのぬくぬくというのは、私がこの2週間その満月と新月にライブをさせてもらうんですけれども、私がこの2週間取り組んだ2歳児ターボーに対してのおうち教育だったり、
小学生、ね、2年生、3年生の、まあ、兄ちゃん姉ちゃんチームに対して行ったおうち教育、この要素をお伝えさせていただくので、あ、そういう視点で確かに家でも子どもたちと接することができるなっていうのをふむふむって聞いていただいた上で、そのおうち教育コミュニティであるぬくぬくに入ってくれている人の中で交流会もしてもらいたいなと思うんですよ。あ、私は家でね、今何歳児に対してこういうことやったよっていうのをこうみんなで話していってもらううちに、もうどんどんアイデアが出てくると思う。そうすると、あ、家でこういうことをやれば確かに子供はこういうね部分が開花するなとか、これを教えたいと思ったのに私は今この知識が足りてないなっていう自分で矢印もきっと向くと思うんですよ。そう、だから子供たちのために自分もより深く学んでいこうっていう、本当に相乗効果が生まれていくのがおうち教育だと思うので、そこのおうち教育をやっていきたいというふうに思ってます。で、このおうち教育コミュニティではやっぱり先々、もう今さ学校に行けない子たちも増えてるじゃないですか。だからその教育にまつわる情報を交換しながら、こうなんか集約したものをみんなで作っていったりだとか共有し合ってですね、教育にまつわる情報のシェアはこのおうち教育のぬくぬくのところでやっていけたらなっていうふうに思ってますので、全国にあるこう園や学校の情報を集めたりだとか、でこんなイベントあるらしいよみたいなこともこうみんなで共有し合いながら、教育に興味がある人たちで交流をしていきたいなというふうに思っております、はい。あとはぐるぐるですよ。この巡らせるコミュニティのぐるぐるは、一番最初にお見せしていたあの下支えの絵があったと思うんですね。この優しいつながり作っていこうよっていう、この子供見守りたいっていうものは無料のつながりですよって言ったけど、どうしてもやっぱりこうどこに誰がいるのかっていうのがまだ無料のつながりだけに分かりづらいじゃないですか。なのでもうちょっと有料のサービスにしているのはね、システムを作ろうと思って、その私のところに集まってきてくれるような、その今と未来両方の笑顔を考えた人たちのコミュニティの中で、例えば、ね、このコミュニティの中でネイリストがいれば少しは化学物質のこととか肌への影響、体への影響を考えてくれるネイリストがいそうだなとかさ、ね、あ、ここのコミュニティの中で美容師さんがいればそこの美容師さんの方が価値観共有できそうだなとか、そういうのってあるじゃないですか。で、県外であったとしてもちょっと私の個性の分析をこういうフィルターでしてほしいんだけど誰かそれができる人いないかなって検索したら、そう、その人の仕事も広がっていくし、そのサービスを受けたい人も安心して受けることができるっていう、その検索システムを整えてコミュニティの中で仕事とか、ね、お金もそうだし、いろんな優しさ、エネルギー、巡りを作っていこうっていうのがぐるぐるです。あとはほらメルカリってあるじゃないですか。こう自分が持っているものを循環させるためのフリマのアプリがあると思うんだけども、ああいう感じのその似た価値観を持つ人たちの中で物を巡らせるというのもね、どんどんやっていきたくって、そういうシステムを整えたりだとか、あとはマップですね。おすすめのお店とか場所とか人とかをこうマップに落とし込んで、それの、まあ、パッと一覧で見ることができるマップ上に落とし込んだピンも見れるし、検索をした時に、例えば私が、東京に行きますってなった時に、東京でじゃあ自然食品店でみんなのおすすめどっかないかなとか、子供を遊ばせたいんだけどなんかこう今のご時世なんかこういろいろ言われないような優しいところないかなとかで検索した時に、ちゃんとこのぐるぐるメンバーの口コミが見れたりしながら、こう安心してこうその場を使っていくことができるサービスがあったら最高だなと思うので、そのシステムにちょっとお金をかけていこうかなというふうに思っております。それがぐるぐるですね。だからそうやってつながるっていうことをしながら、伝える場もあっていろんなことも学びながら1年間かけて自分を定めてってほしいんですよ。で、その先、まあ1年でもうバーンっていける人もいれば、いやちょっと2年目もっていう人も中にはいるかもしれないけども、何でもいいから、その先もう見守り隊の中心核となるような人になってもらえたら私としては嬉しいけど、別にそこまでね強制はもちろんしないですから、ハイパー主婦を増やしていきたいなと思う。で、その先なんですけど、ハイパー主婦の家事代行とかさ、ハイパー主婦のご飯のなんちゃらとかさ、ハイパー主婦の個性の分析とかあったら楽しくないですか？だからここ私のところから育っていった人たちが、その
この学びをした人たちがサービス提供をしているってなれば、またそれもぐるぐるの中で検索した時に、あ、ハイパー主婦がここでこんなことやってる、じゃあそれ受けたいとかさ、あるじゃないですか。なんかそうやってみんなで高み合っていきながらね、面白おかしくこう世の中を楽しい方向に引っ張っていけたらなっていうふうに考えて妄想しておりますという話でした。すいません、なんかもう暑苦しく長く話してしまったんだけど、どうしてもね、これはね、こう皆さんと共有しておきたかったからお話をさせていただきました。そう、そんなこんなで、まあ私は9月からね、新たなこうサービスに向けて今もう猛烈に動いているところなんですけども、なんかあんまりこうずる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 募集をしててもしょうがないかなと思うので、まあ、ピンときた人がピンときたタイミングに入ってきてもらえたら嬉しいなっていう感じで、一般募集が9月の1、2、3のもう3日間に絞らせていただいておりますので、あ、どうしても入りたいっていう方はその9月の頭に募集があるっていうことをなんとなくスケジュールに入れといてもらったり頭に入れといてもらえたら嬉しいなというふうに思ってます。で、先着300名の方は早割の適用がその最初の9月はありますので、そう、300名を超えてくるともう9月であったとしても、どのタイミングであったとしてももう一般価格での提供となりますので、そこはご了承ください。早めに申し込んでいただいた方が私たちもあのいろいろと動きが早くできるので助かりますので、ということで、あの紹介は以上となります。もう皆さんと優しいつながり作っていきたいです。ではこれからもよろしくお願いします。バイバイ。